またおはようって言って、また夢を見せて、今日も元気で過ごせたらいいよね。こんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね。目を開けたまま見る夢、知らない明日へ。お前の親父は生きている。生きて、今も世界のどこかにいる。ジンフリークスはハンターだ。ハンター試験は12歳になれば受けられる。それまでどう過ごそうと勝手だがな。今だミトさん、これでハンター試験を受けてもいいね。ミトさんの匂い、本当の母さんの匂いは知らないけど、ミトさんの匂いは母さんの匂いだ。俺、どこへ行っても忘れない。ミトさんは母さんと一緒だ。父さん、会いに行くよ。さあどうだい。ここにいるハンター様に勝ったら賞金が出る上に、なんと港で予定されてる第一陣重賞の先行見物も OK。 しかもタダだ。誰か挑戦するやつはいないか。どうだ。同齢行きの船が出るのは6時だったな。船賃も稼がなきゃならんし、のんびりもしてられねえか。どれった。うわさあこれで4人抜きだ。もういないか。さすがのハンター様も疲れの出る頃かもな。あの人がハンター？いないのか。いないのなら賞金はこのハンター様のものになるぞ。骨のあるやつはいないのか。じゃあそろそろ。おお、いたね、いたね。お兄さん強そうだね。
レディーゴにしちゃやる方だよお前さん。だがこの俺様に勝とうってのは10年早いな。素人だと？俺だってどれ行きゃ、おじさん、どれと行く船のこと知ってる？あ、待ってよ、知ってるんでしょ、おじさん。おじさんじゃねえや。待ってったら、どれ行きの船がどれか教えてくれるだけでいいんだよ。坊主、どれ行きたいのならこっちだ。俺が連れてってやるよ。え、本当？ああ、こっち来な。待ちな、古い手だぜ。親切動かして田舎でのおのぼりさんを騙してどこかへ売り飛ばそうなんてな。なおじさん、なんだと？何を言ってるんだ。俺はただ親切心で。くそ、どけどけ。ありがとう、おじさん。リンゴ、うまかったぜ。じゃあな。走ったりしたから余計腹が減っちまったぜ。泥棒！待て！俺の腹は空っぽ、店も空っぽということか。これだ！あばよ、あざ！ガキだな。さっきので分かったろ、俺が世の中ってやつだ。お前さんのようなアマちゃんがハンターになれるほど甘かねえんだ。分かったらさっさとお袋んとこへ帰りな。あ、え、あ、しまった。待ちやれ。
何？おっと。怪人丸だ。え？お前の乗る船だよ。出航は6時だ。ありがとう。クジラ島だ。出航は時間厳守。いいな。そこの CD、掃除はもういいから、わしらに茶を入れてくれ。へぇ。しかしよく捕まえたな。伊達にハンター稼業はしてねえよ。ハンターね。さあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。世界中の珍しい動物がいっぱいだよ。怪人丸、怪人丸と、これかな。お二人様、ご案内。この船。いらっしゃい。さあさあ、どうぞ中へお入りなさい。ね、お代は見てのお帰りだよ。ん？皆様、ここには古今東西の珍しい動物たちが集められています。まずはこちらミツクリオロチのヘイちゃん、ビーちゃん、シーちゃん。続いて雨が降ったら大暴れ、アマガエルのガエルちゃん。さらに転がり出したら止まりません、丸亀カメのカメーラちゃん。そしてこれらの珍獣の中でも、このキツネグマは凶暴で人には絶対懐かないと言われています。このキツネグマを捕獲する時にも、3名の犠牲者が出ました。申し訳なかったな、工業の PR まで手伝ってもらって。なーに、軽い暇つぶしだったよ。ところで今回のこのブツ、こちらもヤバい橋を渡ってるんだ。いい値で買ってもらわなきゃ割が合わねえぜ。わかったよ、ハンター様。ま、お互い持ちつ持たれつだ。ん？ああ、君もういいよ。はあ。これくらいでどうだね。ダメダメダメ、そんな金額じゃ。なんだ今のは。檻の方だな。何ですと？ お願いします。お金はまた後ほど。わかった。離れてください。かわいそうに、こんなところに入れられちゃって。お前も元はコンタと同じ森の長だったんだろ。どうした？何の騒ぎだ？この子供が
営業妨害をされては困りますな。たとえ子供でも容赦しませんよ、ハンター様。うん。ハンター？ん？こいつを助けたいのか。そうはいかねえな。大事な飯の種だからな。これがハンターなの？お邪魔様。とっとっと。確かこの番号。きっとあれ、怪人丸のドラなんだろうな。もうすぐ船が出ちゃうよ。どうしよう。あ、おじさん。あら。おじさん、どうしてここへ？船もう出るんでしょ？急げば間に合うさ。どうしてここにって？俺は義理がたい太刀なんだよ。ところで、これなんだ？まったくよ、時間ねえってのに。先行くぞ。本当に付き合いきれんわ。さあ行け、みんな好きなところへ。自由なんだみんな。無茶しやがる。待て。 お前の仕業か。悪い人だね、おじさんたち。クソ、子供と思って油断しとったわ。ハンター様、やっちゃってください。小僧、どうしてこんな真似を。やる気か？俺がハンターと知ってるのか？あんたはハンターなんかじゃない。なに？いい度胸だ。ハンターに逆らったらどうなるか教えてやるぜ。なんだ？ハンター様。俺だって腹さえ減ってなきゃこんくらいはな。おじさん、先行くって。入りがたいって言ったろ。それにこの偽物野郎とも決着つけとかなきゃならんかったし。おじさん。やっぱりだ。大体本物ならパンチ一発で伸びたりしねえもんだろ。へえ。待ちな。はい。それとこれは逃げた動物の代金だ。ねえ、あのお金あげてもよかったの？おじさん、あの偽物がオーナーからもらうはずだった金だよ。もっとも俺のバイト代は抜かしてもらったけどな。かなり多めに。それより急げ、早くしないと間に合わねえぞ。うん。出航するぞ。大晴れ。遅いぞ、船は引き返さねえ。ここまで泳いできな。いっぱいに帆を張ってんだ。泳いで間に合うわけねえ。なめられたもんだぜ、あんなガキがハンターになろうなんて。おじさん、俺についてきて、なんとかするから。おい、ちくしょう、あいつに関わったばっかりに。おい、なんとかってどうするんだよ。俺に任せて。あいつら何する気だ。まさか。よし、行くよ。おっと、行け。俺に捕まって。おえっ、ああ。
てておじさんじゃねえ、レオリオさんだ。ふん、どうやら今年も道令に着くまで退屈しないで済みそうだ。さよなら、クジラと。風の声